いのことも気にせずね。ご主人から双葉の話も聞けたし。我が輩の情報収集、ご主人の家を探っ、しかし頼みのアリババ。まあお前らと髪の長さと声の感じからして、ただマスターとの話も筒抜けだし、メジエドを直接は退治できなくても、何にしてもメジエ、とにかく明日集まろうぜ、みんなに連絡しといて。待って、じゃあ君たちはメジエドに狙われていた間、ならどうして。でも桜家の事情の話は検察の調べ、嘘を並べて、言うわね。顔の見えないメジエドに怪盗団がどう対処したかは、辻褄のあった真実を聞かせてくれる。よし。それにしても一色若葉の娘が引き取られた家がひどく運命的。時間が惜しいわ、続きを話しなさい。マジかよ。だるかった。あれ、ユウスケも学校。選択した結果これしか。もう二三着か。ほら、世間話。アリババの件では、まずルブランは双葉に盗聴されて。なんで。全くマスターの言う通り。とにかくメジエドに対抗するに、本人が言うようにメジエドの正体を。今は彼女の。ねえ、双葉にパレスがあるのは確か。悪人かどうかは、パレスは強い欲望によって、まあ歪んでる奴には悪党も多いだろうが。若いのに歪んでしまうなんて。アリババを名乗ってたことと、ご主人の話だと双葉に何か大事な記憶と関係が。そいつが歪みのせいでうまくい。要はお宝取りゃ。まあそ、双葉のパレス、いや本人が望んでるんだもの。双葉の心が治ればマスターも助かるし。俺もさ、マスターが昨日語ってた双葉にいる。待てお前ら、パレスの探索だが今まで通りには行かないかもしれないぞ。なんで。本人に頼まれて心を盗み、パレスの主がどういう心持ちでいるのか、どういう歪みなのか、予想外の事態が起こる可能性が高い。分かった。じゃあ今分かっているのは、さくら双葉、さく、あとは何と思ってるかだな。とりあえず家の。マスターは店番だね、変に思われない。
大事な記憶、人間の姿に戻ったらそうに違う。今回の作戦は双葉の記憶が戻せたら。しかしハッカーなんてお前、我が輩が見込んだ。よし。おっと、おパレスの引きこもりだとしたら、出られないなら牢。該当しません。出口のわからない迷宮。該当しません。該当しません。ダメだな。該当しません。手がかりが少なすぎる。直接聞ければいいんだ。なら行こうぜ。なんて言って入れてもらうの。忍び込む。本気でもさすがに鍵。鍵開けは昨夜の侵入の成果で。マスターに出くわしたら。店にいるから大丈夫じゃない。腰が引けてん。俺らはこんくらい、いくつもくぐり抜けて。それしかない。双葉はあなたに接触して。あなたになら話してくれるか。わかった。ここが双葉ちゃん。返事が。双葉ちゃん、昨日びっくりして叫んでごめんなさい。無反応。骨聞いてるよね。アリババ。なんでアリバ。あなた無反応だ。名前を出される。のんびりしてる暇はねえぞアリバ。私たちあなたのことが知りたい。ここに来た理由もパレスに入るキーワード。そのためにアリババじゃなくてさくら双葉、直接顔を見せてくれなくてもいい。じゃあルブランの屋根裏に住んでる彼があなたと頼んだよ。質問を変え。質問を。質問を。まさか墓場で入力を受け付け。来た。ええ、あなたの依頼をこなしたら手を貸し。んじゃあさっさと。バカ、ここ通行。双葉本人が盗めつってんだ。敵視されてないなら服装は変わらん。つか用心しろって言ったの。だから砂漠に飛ばされちまったの。部屋のど真ん前で侵入した。よほど他者を遠ざけたいのかも。なるほど。金城の銀行とは正反。さっさと行こうぜ。あっちか。お、とにかくあそこに向く。遠くな。歩くの。まさか。待って。ま冷房が気がよっしゃ。ないで。
窓開けて50度の熱風に当たるよりマシ。ねえ、飲むものない？ミネラルウォーターとか。全部飲んじゃった。後ろは？全然あれが限界な。ったく、ほん、おお、や、もううるさい。まさかパレスが。なあ、ピア、オーボだな。それが有名だけど、諸説ある死者の復活装置なんて言われてたりもするし。死者の、それにしても美しい。つかさ、溶ける。だー。やるか。